はい、ではこちらの文献の紹介を自然言語処理研究室の稲岡由美人が発表いたします。とまずはじめに概要です。と機械翻訳で用いられる NMT、ニューラル機械翻訳は、時にその原文とは全く違う意味の翻訳っていうものを生成します。これは入力の原文に低頻度の稀な単語が出てくる場合に、このような現象が顕著に現れます。で一方PBMT、フレーズベース機械翻訳で、はそのような問題っていうのが比較的少なくて、その低頻度であってもなんか入力、学習時に存在していれば正しく翻訳できるっていう、特徴があって、でそのじゃあ 2つ NMT と PBMT の2つを組み合わせるということで、その翻訳の精度を上げようというのが、こちらの文献の、趣旨になっています。でそのまずはじめにその PBMT を使ってその入力の原文を、事前に翻訳してやって目的言語に翻訳します。でその翻訳した結果っていうものをその NMT に入れることによって、その NMT のいいところと、PBMT のいいところを両方引き出そうっていうような手法で、それによってそのスコア、アビリスコアの向上っていうのが行うことができたっていうのが概要です。はじめにその NMT と PBMT について簡単におさらいなんですけれども、その NMT っていうもの、NMT はその低頻度の単語っていうものを翻訳しようとしたときに失敗してしまって、その原文とは意味の全然違う文っていうのが生成されてしまいます。で一方その出力で出てきた文っていうのは流暢で、その文法的にも正しい文っていうのを出力してくれるっていう特徴があります。でその一方その PBMT の場合はその稀な単語、低頻度な単語でも正しく翻訳することが可能なんですけれども、その NMT に比べてその下にあるような流暢で文法的に正しい翻訳っていう今はその、NMT よりかはそんなに精度が高くないっていうことになっています。で下にあるのがその例で、その NMT を使った時にそのこれは英語からドイツ語に翻訳するシステムなんですけども、その英語でゴーリーっていう低頻度な単語が NMT だとゴットっていう別の単語になってしまって、全く意味が違うっていうのがその例になっています。でその NMT と PBMT をでは組み合わせて精度を上げようってなった時に、どのように組み合わせるのかっていう方法がいくつか考えられるんですけども、この文献で初めにその提案されていたのがそのパイプラインによる結合っていうものを行っていました。この下の図を見れば明らかなんですけども、その入力の文をまず PBMT のシステムに入れて、その出力をまたそのまま NMT に入れて出力するっていうことですね。でこれ注意するところが、その NMT はその言語をそのターゲットの目的言語に翻訳する機械ではなくて、あくまでもその目的言語からより良い文を出力するための翻訳機っていうのが、そのこの図でいう NMT の立ち位置になっています。ただこの構造ですと、その PBMT の出力の時点でもうすでに NMT でリカバーできないようなエラーが出力されてしまった場合、その NMT の出力っていうのもまたエラーが含まれていて、その正しく翻訳ができないっていうような問題が生じるっていう想定ができます。でこの結合の他にもう一つ、その NMT に入力する際に2つの入力NMT の入力を2つにして結合しようっていうような考え方も2つ目の提案としてされています。でこれはその先ほどですとその NMT への入力っていうのは PBMT の出力だけだったんですけれども、それに加えてその原文の入力文も一緒に NMT に入れてやるっていうような仕組みです。
で、この仕組みではその、まあ、重要なのが NMT に入力されるときにその PBMT の出力の語彙とその入力、原文の語彙っていうのを完全に区別する必要があります。あ、完全に区別します。で、それぞれのその PBMT の出力の文とその原文の入力文の出力っていうものを単純に結合、連結するだけです。で、この場合ですとその NMT っていうのはその先ほどですとその入力がその目的言語で出力はまあ翻訳結果の文だったんですけども、この場合だとその入力っていうのはその原言語とまあ目的言語の両方っていうことになります。で、このシステム2つ、先ほど説明した2つのシステムっていうものをまあ実験で、まあ、どのような精度が出るかっていうのをまあ実験した環境です。コーパスはその WMT の英語からドイツ語の英語とドイツ語のまあニュース翻訳タスクっていうものを用いて分析しています。で、翻訳品質をまあブルーで評価してまあ分析します。あ、そうですね、3つ目はちょっと違いますね。で、そうですね、4つ目がその PBMT と MMT を両方使う場合にその PBMT の精度がどれほど影響するのかっていう、まあ、影響を見るために、まあ、PBMT は2種類 の, その普通のベースラインのシステムとその翻訳モデルスって高度なモデルを使用した場合の2種類について比較します。で、また NMT についてもその1つ の, 翻訳のモデルを使ったシステムと4つを使ってそのアンサンブルのシステムをまあ構築した時の2つを比較して、まあ、精度を比較します。で、それぞれ PBMT と NMT の、まあ、詳細な手法についてはこちらに示している、文献で紹介されていました。で、下の方の文献は過去の文献紹介からも確認できます。で、結果です。ブルースコアの結果だとその、まあ、まずパイプラインの場合の結果を比較するとその上2つがその単体 NMT のその時の NMT を使用した時のそのブルースコアと、まあ、その下の PBMT を使用した時のブルースコアになっていて、まあ、その下のパイプラインっていうのがその両方をまあパイプラインで結合した時のまあスコアになっていて、それぞれその PBMT とパイプラインを比較した時は確かに PBMT に比べてパイプラインの方がまあスコアが向上しているんですけれども、その NMT と比較した時は逆にその精度が低下しているっていうことが分かります。これはその PBMT の出力に出てきたエラーっていうのがその NMT のシステムでリカバー不可能なこと場合をまあ表している結果になります。一方そのパイプラインの下にあるミックスって呼ばれるものがその NMT と PBMT をそのNMT の入力にその PBMT の出力だけじゃなくて、まあ、原言語の入力も両方入れる場合なんですけれども、その場合についてはその NMT と PBMT のまあ両方のスコアよりもまあ高いスコアがまあ出ているということで、その改善が行われているということが分かります。で、またそのこの中で一番まあスコアが高いところがそのミックスアドバンスドアンサンブルっていうもので、その NMT、PBMT の両方においてそのそのより精度の高いシステムを使用したときにそのそれをミックスしたときの精度もまあただ同じようにその向上しているっていうのがまあ分かります。なのでその精度を向上させるためにその NMT のその精度を向上させてもその PBMT のまあ精度を向上させても、まあ、どちらを向上させてもミックスした結果はまあ大きくなるっていうような結果になっています。で、次にその出力のその文のを見て結果を確認します。その PBMT の場合はその原言語の入力でその太字になっているところがまあ低頻度語になっているんですけども、
その低頻度語っていうのがその PBMT の場合は正しく翻訳できています。ですがその PBMT の出力はその単語単体の翻訳はまあ正しいんですけども、その文法としてはちょっとおかしな文になっています。で一方 NMT の方を比較すると、まあ、文としては自然な文法なんですけれども、翻訳がその低頻度語の翻訳っていうのがもう全然違う単語が出てきて、まあ、うまく翻訳できないっていうような結果になっています。でその3つ目にあるそのプレっていうのがそのプレトランスレーションのまあプレなんですけれども、その先ほどのその両方組み合わせた時のまあ出力で、その PBMT で正しくその低頻度語を翻訳できたのに加えて、その NMT で正しくその文法を出力できたのが組み合わさって正しい文が出力されています。で次のまあ例もまあ同様なんですけれども、その入力文の英語の入力文のその低頻度語、まあライオットだと思うんですけど、がまあ含まれていて、 BMT だと正しくそのドイツ語のアウフルアーですかねにまあ訳されていて、 NMT の場合はその低頻度語っていうのがまあそのままに入力のその英語のまま出力されていて、で、その両方組み合わせた時に正しく翻訳できるっていうような結果が例文を見て確認できます。で、最後にまとめです。その PBMT と NMT というものを、まあ、組み合わせた手法を提案されていて、その組み合わせの手法としてそのパイプライン直列で組み合わせてもその NMT に比べて優れた結果にはならないんですが、その PBMT の出力とその入力文の混合を行うことによって、まあ、正しくその改善というものが行えるというのが分かりました。で PBMT の出力っていうのと、まあ、原文を先ほどもあったんですけども、連結、単純に連結するだけですることでその品質っていうのが向上しています。でその PBMT の精度を上げた場合とその NMT の精度を上げた場合の、まあ、全てを比較してその分かるのが、その PBMT の精度を改善しても NMT の精度を改善してもそのシステム全体としてのパフォーマンスっていうのが、まあ、向上するっていうような結果というのが示されていました。と以上で発表を終わります。